ボドックスの 400W モノブロックのストロボになります。先日、Amazon の、ね、タイムセールがあったんですけれども、まあ、あまり、まあ、僕の欲しいものないなと思って、何日かしてたら突如出現した 400W のストロボ、まあ、ちょいちょい寝てたりするんですけども、いつもの価格でもまあ安いんですよ。通常買っても、400W のモノブロックが16,000円、それが安くなって12,800円、はい。で僕 Amazon の、まあ、ポイントっていうかクレジットがちょっと8000円分ぐらい貯まってたので、それを投下するとですね、1台4000円ぐらいで買えてしまいました。でお一人様1台だったんですけども、やっぱり左右で、同じのを使いたいなと思って、ちょっと仲間にお願いして1台、買ってもらって、その人に現金で渡しました。なので、まあ、1台の方は、ね、普通に、まあ、安くなって12,800円かな。でもう1台の方は自分のポイント、あの Amazon の、ね、クレジットを8000円分投下したので4,000円、2つ合わせて1台分ぐらいのお値段で購入しました。はい、というわけで、まあ、新製品じゃなくて、ね、もう1年、2年ぐらいもっと前に、出てる商品なんですが、まあ、ざっくり開けていきたいと思います。はい、じゃあということで開けていきます。はい、なかなかね、モノブロックを買うことなんてね、そうそうないので、よいしょ、こんな感じですね。説明書が入ってます。まあ、合格証と保証書かな。あとは何でしょう、拭くやつで、V1 とかは、あと何だっけ、 AD200 のプロは日本語対応になってますけども、これは古いので、英語と中国語しかないので、まあまあ分かるでしょう分からない人は ググればいいと思います。はい、僕も多分なんとなく手探りでやっていこうかなと思っております。はい、出ました。まずはここ見えるかな。ここがね、あの切れ込みがあるので、多分アンブレラとか通す穴だと思います。でなんかね、すごい弱いので、これ1回か2回くくったらなんか取れちゃいそうなんで、後で取ろうかなと思います。はい、で本体、よいしょ。はい、本体でございます。ライトスタンドに直接ね、こう刺す感じですね。でこれはこのまま置いて大丈夫かな。これはここのフックを外して回してあげると、ストロボが出てきますで、モデリングライトのね、玉があるんですが、どこでしょう。なんとモデリングライトの玉が入ってないヒューズは入ってるんですけど、モデリングライトの玉が入っておりません。もう一個の方はモデリングライトの玉入ってるんですけども、入ってない、入ってたありました、びっくりした。こっちのここに刺さってました。こっちのここに刺さってました。全くびっくりさせんの。はい、ということで、まずは一応ストロボ、よいしょ、本体、よいしょ。で、モデリングライトの玉、150W のモデリングライトの玉になります。で、0% から 100% まで調整できるということなので、だいぶ明るいモデリングライトが、つくんじゃないかなと思っております。ここにあっても危ないので、モデリングライトの玉ちょっと先につけちゃいます。よし、よし、 OK。そして、またなんか同じようなクロスが入ってますね。なんか書いてます、ボドックス、撮影機材の生産専門メーカーとか何なんでしょうかこれは。はい、そしてこれがシンクロケーブルですね。そして、あ、なんか中途半端なところからなんですが、電源ケーブルとコンセントに挿すやつでございます。そして、よいしょ、コンセント側がアースが付いてる3ピンなので、変換がないと普通のコンセントに挿せません。僕が前に紹介した、充電ステーション
で充電器いっぱいさせるマルチタップのやつはこれのね逃げがあるんですよ実は。なのでそれで挿してとりあえず点灯テストができたんですけど、もしね他に外に持って歩く時があれば変換がないとめんどくさいので、はい、こんな感じで電気屋さんで買ってきました。パナソニック、これは WH2891P ってやつですね、3ピン挿して普通のコンセントにつなぐ 1500W までってやつですね、はい、これを買っております。皆さんもねこれをもし買う場合は3ピンで変換がついてないので変換は事前に用意しておきましょう。はい、そしてこれがあれですね、ヒューズ、替えのヒューズ、ヒューズぶっ飛ばしたらないとつかないのでヒューズちゃんとしっかり取っておきましょうということです。という感じで同梱物は以上になります。はい、こんな感じで同梱物が全部になりました。じゃあ早速、電気つないでなんか適当なスタンドに挿して後ろのこの辺のよいしょ、操作部の説明をしようかなと思うので何かに挿して、よいしょ、アンドを決めたいと思います。はい、ということでコンセントをつなぎました。で、これがスイッチ、はい、結構綺麗な、液晶画面ですね。で、これ下のこの丸、これシンクロコードで、この USB がワイヤレスコントロールポートっていうのがあるらしく、まあこれにつけるとワイヤレスで、まあ、別にコードを、なんか増設できるじゃないでしょうか。ただこれ内蔵ね 2.4GHz で内蔵されているので、5DOCS の送信機があればワイヤレスで光らせれるので、まあ、特に使わないような気がします。であとはこれグループチャンネルとか、S1、S2、バズスイッチ、モードテスト、であとまあこれくるくる回すとフル発光まで持っていけると。まあこれのまあ唯一の弱点はこれですね、16分の1よりも下に行かないっていうのがあるので、もしね多少開放気味で撮りたい人は結構 ISO 感下げないと、白ぶっ飛びするぞっていう感じになると思います。でまあこれはテストボタンなのでっていう感じですね。ちなみに、まあ、映像だとあまり伝わりにくいですけどフル発光このぐらいですね。チャージスピードもだいたいフル発光で1秒、うん、なので、まあ、そんなにストレスなく、できるんじゃないかなと。このピッピピッピうるせえなっていう人は多分ねこのボタンを押すと落としなくなります、はい、ただこれ落としなくなるとチャージ終わってもピーッと落としないので、まあ、スタジオで使うときはまあ別についててもいいかなっていう感じにしますね。であとはこれでモデリングライト、これ伝わってるかな映像で。でこれが 100% 点滅してるんですけども、どんどん下がっていくと、向こうが下がっていきます。これ 0%、 あ、これ 5% か、一番下 5% っぽいですね。でどん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 上がっていくと、ボケちゃってからあんまり分かんないか、一応ね 100% でモデリングライトがついております。オフ、オン、あ、違う、オン、オフ、なんとなく分かりますね。あの電球色っぽい色のやつが奥にふわーっとなってると思います。あとは、まあ、グループチャンネルなので、ワイヤレスで、まあ、例えば他にもね、5DOCS が使ってる人がいれば、送信機が渾身しちゃって、隣の人の電波拾ってこいつが光っちゃう場合があるので、その時はグループ変えたり、チャンネル変えたりして、まあ、逃げてくださいっていう感じですね。はい。はい。で、僕は、5DOCS の X Pro N、N はニコンの N を使っています。で、今、チャンネル1、こいつと合わせているので、で、まあ、1、A チャンネルなので A です。 A ちゃんって矢沢永吉ではないですよ。 A チャンネルになってます。でもこれ16よりも下落としても今64にしてますけど、結局これが16までしかいかないのでまあ意味がないと。でこれを上げていくと、はい、2分の1フル発光と。でこれは16まで落とせます。これでちゃんと、シンクロしてるというのが分かります。でテスト発光、はい、ということなので、X Pro でも、ワイヤレスでこやつを光らせることができます。でちなみに、2頭買ったので、A1 ちゃんの A を2頭にすると、1つのコントローラーで
2頭の、ね、ストロボを同時にコントロールすることもできますし、2つ P とか2ちゃんとかにして2個にすると、例えば右を16分の1左を8分の1とかっていう風にね、右と左で明るさの光量を変えることもできるので、まあ、その辺はお好みでというか使うあれによって変えればいいんじゃないかなと思いますが、僕は1台に1つを割り当てております。あの AD200 とかAD360 も、一つずつ設定をこのチャンネルをね分けて使っております。はい、はい、いかがだったでしょうか。SK400-2 ゴドックスの 400W モノブロックストロボのご紹介でございました。今 40% ぐらいの、モデリングライトを発光しております。白熱なので、暖かいです今日ね、北海道、昨日からかな、札幌とかこっちとか峠もね、初雪でね、今もね、結構寒いので、撮る前にね、ストーブ温めて、撮る時にね、まあ、あのストーブつけてるとね、ぐわーっと音が入るので、撮る前に部屋温めて、撮る時にはストーブを消してるんですけども、これ非常に今、暖かいですね。これが暖かいってことは、夏場は嫌だって感じですよね。という感じになります。ようやくこれで、充電を気にすることなく、ここのねスタジオでもストロボをバンバン、焚いて撮影することができるようになりました。まあ、出張撮影とかね結構持っていくときは AD200 と AD360 のコンビがね、バッテリーでワイヤレスっていうね、もう非常にセッティングが楽でコードもないので重宝してるんですけれども、それをここでやってると、気づいたときにねバッテリーが結構なくて充電をしてたりねすると撮りたいときに撮れないとかっていうこともねあるので、そっちはそっちで、まあ出張用とか外に持っていくよう、まあ外に持ってって使えないことは、ね、もちろんないんですけども、これで、電源さえあればワイヤレスでもねこれ使えるので、まあ唯一ねこのコードがねのがあれですけども、あ、それとあとあれですよ、16分の1以下より落とせないっていう、まあ、絞れないというか下げれないっていうのが、まあ、ちょっとしたデメリットですけれども、12分にコストパフォーマンスは、いいかなっていうか、もう普通に買っても 400W のモノブロックが1万6000円っていうことがありえないですよね。でさっきみたいにこれだコマンダーがね、送信機のコマンダーがあればもうワイヤレスでね、見えるかな、こんな感じでね、ワイヤレスで使えちゃう。1万6000円ですよ。で、なんでしたっけ、Amazon のタイムセールで1万2800円。プライム会員送料無料。もうすごいですよね。はい。で、さらにね、Amazon で僕ちょっと溜まってたので、8000円投下したら4000円いくらで買っちゃったんで、とんでもなくなんか、いいのかしら、こんな値段で買ってと思うぐらいの金額で買わせていただいたんですけども、はい、SK400-2、まあ、特にこのストロボを使ってこういう感じの写真を撮りましたよっていう作例はないんですけれども、ストロボ自体のご紹介をね、させていただきました。はい、ということで、これからは快適にストロボでね、バンバン焚いて、撮影できるなと思うとワクワクしております。というわけで、今日はSK400-2 モノブロックストロボのご紹介でございました。それでは、の前にまた下の方にブログ貼ってますので、お暇な方は下の概要欄からブログ URL 飛んで見てください。みやチャンネルでした。それでは。